ルデラグリル。 D です。ヌンです。カルデラグリルです。さあ今回から始まった新企画なんですけど、はいはい、阿蘇で食材を集めて、はい、でそれを使って美味しく調理するということで、第1回は何でしょう。第1回目は赤牛を使ったハンバーグを作ります。しかも1キロ、巨大ハンバーグです。使う食材が今回メインは何かな。今回は鳥宮さんの赤牛のミンチです。あと季節の野菜も一緒に。はい、そうですね、ナスビ、肥後紫っていう品種のナスビを阿蘇の農家さんのところにもらいに行きます。行ってきます。行ってきます。じゃあ早速レッツゴー。食材集め。これ阿蘇もは実際に集荷に行きよるんよね。はい、そうです。毎朝行ってます。どのくらいの範囲集荷に行くん。あの阿蘇市から南大口辺り。結構広域で毎朝集荷しよる。何人ぐらいで集荷しよる。4人です、大体。あ、4人。はい。それで何時間ぐらいかけて集荷する。大体2時間半くらいですかね。おー、はい、で、そこから毎日梱包して。そうです。あ、そう、結構大変、はい、スケジュール的に大変よね、毎日。そうですね。ただまあ、お野菜とかも毎朝新鮮なものをですね、集荷してるので。ナスビの生産者さん。あ、ありがとうございます。頭が寒くなったから。どういうの作られてますか。そうね、野菜全般、まあ、うち何十種類かあると思うけどね。21年間通してかなりいろんなものを作ってるから、ちょっと何が何と言ってもね、ちょっと今のところ分からない。畑まで行きます。いいですか。いいですか。お願いします。まあ、うちは無農薬だから草結構あるよ。あ、無農薬。あ、そうなんですか。全部無農薬で。そう。まあ、普段他にも言ってる。これは菊芋ってやつね。あ、菊芋。菊芋。その向こう、ごぼうはここだけじゃない。あそこにもごぼうがあって、向こうに唐辛子があって、その向こうは、あの、ゴーヤがあったけどね。何でもあります、ね。そうそう。それから、まあ、トマトは終わったけど、あの、ミニ、あ、ここにミントとか。そう、あと向こうにあるのがヤーコンってやつ。あそこちょっと生い茂ってるのがあるでしょ。はい。あれがヤーコン。ヤーコン。その向こう側には山芋が。それは全部無農薬ってことですね。そう。すごいですね。すごいですね。これ毎年同じ場所で同じものを育てるんですか。いや、回す。あ、回す。やっぱりそうなんですね。うん、そう。あの、ね、根物と葉物は同じ場所に植えると。同じところから吸収していくから、根物のところに根物を植えるとあんまり良くないのと、同じ種類を同じところに植えるのも良くない。肥料みたいなのは使われてる。肥料はね、基本あの野草堆肥って、あの俺そこにその会に入ってるから、阿蘇草原再生、シールの会とか、まあ要は茅を使うわけね。それすることによって山っていうか自然を守るというかね、草原を守るということですよね。野草堆肥の中に亀甲菌っていう、これあの佐賀大学の染谷教授って人が調べたんだけど、亀甲菌っていう善良な菌が入ってると。でそれが非常に体にもいいということで、そんな感じかな。ありがとうございます。次はお肉屋さん。今行き寄るのが鳥宮さんよね。はい、そうです。鳥宮さんで今回のメインのひき肉を。はい、赤牛のミンチを。でもこんなね、観光通りの中にあるっていうのもすごいよね。そうですよね。この赤牛ミンチの特徴だったりとかね、やっぱりもう旨味が一番美味しいのと、もうしつこい脂が全然ないので、なんでもうすぐパクパク美味しい。1キロ全部食べれますか。はっきり言って。これで1個のハンバーグですよね。全部使って全部、あの、もう全部でこんな鍋でっかいでも結構なボリュームになって美味しいんじゃないですかね。ひっくり返してこうやられてます。調理開始。鳥宮さんからこちら、本日のメインの赤牛ひき肉です。1キロ、はい、と下條さんからいただいたこちらが肥後紫というナスビです。今回これを使ってソースにしたいなと。はい、赤牛ハンバーグのナスソースで食べたいなと。美味しそうですね。思います。はい、
なんかでもこれなんか美味しそうだね、これ。そうだね。めっちゃいい感じじゃない？めっちゃいい感じですね、確かに。お肉をこねる。おお、豪快に。でまずあのこれだけでこねる。なるほど。これだけでこねて粘りを出してからパン粉とか牛乳とか卵とかをこの玉ねぎとかを入れます。はい。しっかり入れていきます。玉ねぎ。パン粉を大さじで12。12。聞いたことがない分量ですね。もう普通にカップで測ればいいんだけど、今何杯入れたっけ？4。6。はい。はい、はい、おぉ。これ食える3日分くらいですどう行きましょう。これがね、こうだね、こっちにこうしてこうやってハンバーグにクッキングシートをかぶせて大きめのお皿を入れて、はい、はい、落ちてこんね。おお、落ちた。オープン。オープン。おい、すごい。よし、じゃあパテができました。はい。お肉を焼く。はい。おお。なんだこれは。なんだ。おお。えぐ。ああ、やばくねこれ。うわはは。えぐ。やば。何キロくらいや。これね、推定。推定。これ何キロあるだろう。5キロはあるよ。はい。で。通常のハンバーグとは考えられないほどの。で、今度またこれは。おお、水 150cc にワイン大さじ1を入れたやつ、はい、を注いで、それで蒸し焼きにおしていきます。はい、蒸し焼きで20分。20分で、もし水分がなくなったら途中でまたワイン水を出して、で、20分後に水分がちょうどなくなるように調節します。はい、焼き上がり。いきます。はい。おお、めっちゃうまそう。すごっ。ちょうどだね。ちょうどいいですね。お願いします。いきます。はい、よし。おやばやばい。あ、でもめっちゃ香りはすごい。すごい。巨大ハンバーグできました。切ります。お願いします。表面しっかり。あ、なんかちょっと中柔らかいかも。え、柔らか。おおおすげえ。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗に焼けてる。すげえ。これすごくない？え、めっちゃうまそう。ホットケーキの切り方してます。ピザとか、ね、ハンバーグをこうやって切るのはちょっとなかなかないですね。ねえ、ナスソースね。おお、ホットケーキみたい。いや、マジ腹減ったね。いや、何も食ってないですよ今日。そのためにそのためにはい、よし、
じゃあできました。赤牛巨大バーグナスソースがけでございます。完成完成、イエーイ。実食 OK。 よし、食おう、このまま食おう。じゃあやっと待ちに待ったハンバーグを食べましょう。食べましょう。いただきます。豪快ですね。いただきます。あ、崩れちゃった。うん、うまっ、めっちゃうまい。マジでうまいっすね。マジでうまい。めっちゃこれやば。マジでうまい。ナスも美味しいですね。うん、うまっ。無農薬だってね、これが。うまかったね。最高でした、ね、よかったら皆さんも作ってみてください。それじゃあまた。